今月2日未明東京品川区の運河に転落し溺れていた女性を救助したとして男女6人に警察署と消防署から感謝状が贈られました感謝状が贈られたのは会社員の関正明さんら6人です今月2日午前0時ごろ東品川の京浜運河で 30代の女性が誤って運河に転落する事故がありました。現場近くで食事をしていて転落に気づいた関さんは、近くのホテルの従業員に百頭番通報を依頼し、女性に向かって声をかけ続けたということです。駆けつけたホテルの従業員らは救命道具を投げ込んだり、あたりをランタンで照らすなどし、6人で力を合わせて女性を救助したということです。 女性はは病院にに搬送され、命に別状はありませんでした。19日、感謝状の贈呈式で長久徹品川警察署長と白谷健司品川消防署長が積極的な人命救助で被害を未然に防いでいただいたなどとして6人に感謝状を贈りました。